外宇宙を秒速29万キロメートルで飛行する宇宙船。この速度はほぼ光の速さです。でもまあ快適にお過ごしください。道はまだまだ長いですからね。目的地まではあと90年ちょっとかかります。退屈しそうなのであれば冷凍睡眠カプセルをご利用ください。まあ要するに1世紀近くの時間を光の速さで移動してやっとたどり着くわけです。例の謎めいた太陽系外惑星に。この惑星は近年科学者が発見したものです。過去数年でいくつもの惑星が発見されていますが、ここは特別。何せ地球外生命体が住んでいる可能性があるのです。見た目は暗い色をした青い球のようですが、型番のようなアルファベットと数字の組み合わせの名前を持っています。直径は海王星程度。小さなクラス M の恒星、すなわち赤色矮星を公転しています。この惑星と主星の距離は地球と太陽の距離の1/8。しかしだからといって火の玉のようになっているかというとそうではありません。この惑星の表面温度は比較的低く、地球とほぼ同じ。なぜなら赤色矮星は太陽ほど熱い星ではないからです。特に興味深いのはこの惑星の大気が水蒸気とヘリウム、水素でできていること。はじめ正確なことは分からなかったため積極的な観測が行われました。この大気に水が含まれているのであれば生命は存在することができます。大型の動物を見つける可能性もありますが、微生物単位での発見があったとしても大ニュースでしょう。またこの惑星が注目を集めているもう一つの理由がその成り立ちです。この惑星の大気組成が分かれば赤色矮星の周りでこのような惑星が生まれる理由が分かるのです。これもまた宇宙を知る上では一つの謎となっていました。とはいえこの惑星から仮に生命が発見されたとしてもサンプルを地球に運ぶことはほぼ不可能です。幸い地球の近くにも微生物が住んでいる可能性のある天体が存在しています。2020年に金星大気中で発見された不思議なガスはホスフィンと呼ばれる化学物質で、地球上では微生物の周囲でのみ発見されるものでした。近年このホスフィンがペンギンの体内から発見されたという事例もあり、ということはペンギンは金星から飛来した生物なのかという噂も持ち上がったほどです。もちろんそんなわけはありませんがね。ホスフィンは沼地の泥の中からも発見することができます。とにかくこのホスフィンが別の惑星で発見されたことは大きな話題となりました。金星表面は生命にとってあまりにも過酷な環境と思われていたため不思議なことだったのです。圧力も気温もあまりにも高い金星ですが、実は大気の上層であれば厳しさは緩和されます。ひょっとすると微生物がそこに生息しているのかもしれません。しかしそもそも金星では火山噴火が頻繁に起こっています。ホスフィンがこの火山によって生み出されたという可能性も否定できず、もしそれが理由だったとすれば生命は発見できないでしょう。現在金星の分析には多額の予算がかけられています。さて遠い宇宙へ話を戻しましょう。過去20年の間に地球にほど近い太陽系外惑星が数多く発見されています。そのうちには矮星や恒星を公転するものがある一方で、孤独に宇宙空間を漂うものもありました。どんな恒星を公転するわけでもなく、ただ冷たい宇宙空間に浮かんでいるのです。もう一つ興味深い事実は太陽系に似た星系が未だに発見されていないことです。太陽系外惑星はそれぞれ恒星からの距離が違っています。また大きさも質量も太陽系の惑星の編成と同じではありません。太陽系外惑星の中でも素晴らしい発見となったのがスーパーアースです。地球に近い大きさとみなされる2から10地球質量の惑星に対し、その2倍の質量を持っており、主星からエネルギーを受け取っていることが確認されれば、その惑星はスーパーアースに分類されます。しかしそれ以上に地球に似ているとは限りません。ガスや岩石、水、氷、炎、酸、ガラス、ダイヤモンド、それぞれからなる惑星もありえるのです。未だに人類の居住に適したスーパーアースは見つかっていません。これはどの惑星も環境が過酷だからというわけではなく、
私たちの体が地球にのみ適応しているからです。これらの惑星について多くのことは分かっていません。質量が大きいため大きなエネルギーを保持しているとも思われています。そのために火山や地震といった活動は頻繁に起こっていると考えられるでしょう。ライブは毎日のように起こっているはずです。一日の長さも24時間よりずっと長いと考えられています。さて再び宇宙船に戻りましょう。目的地はとあるスーパーアース。見えてきましたね。巨大なオレンジ色の素晴らしい惑星が。あなたは宇宙服を着てカプセルに乗り込み、そこで思い直します。惑星全体はまるで湧き立つ火の玉のようではありませんか。この惑星に生命が住んでいるのであれば相当強靭なものに違いありません。しかしあなたは違います。仕方ない、別のスーパーアースを探しに行きましょう。そこから数光年離れた先にあるスーパーアースはマシな環境を持っていそうです。いや待てよ、この星は主星から遠すぎる。分子が凍りつくほど寒い場所にあるじゃないか。この惑星に比べたら地球の南極だって灼熱の砂漠のように感じられる。お次、再び旅を続けて今度は程よい距離にある惑星を見つけました。いやでも地球より3倍重く大きさも2倍ある。岩石と気体、水から成り立ってはいるけれど。着陸カプセルに乗り込んで惑星表面に着地してドアから一歩外へ踏み出すと、知ってました、足が重すぎます。体重がものすごく増えています。背中にレンガの山を背負っているかのようです。もう1メートルも進めない。これは重力の仕業だ。スーパーアースの質量が大きければ当然重力も大きくなりますからね。地面に押し付けられるこの力に抵抗するだけの筋力をあなたは持っていません。大きい重力は大陸プレートの裂け目を頻繁に作り出します。そのためこの惑星では地震や地滑りが絶えません。岩石の地表が常に形を変え続けているのです。この惑星の上で暮らすには居住に関する新たな技術が必要です。あなたはなんとかカプセルに這い戻り飛び立ちました。でもなかなか上昇しません。惑星の重力がカプセルを下へとまるでロープのようにつなぎ止めているのです。残った燃料をすべて使ってなんとか惑星大気を脱出。しかし問題はまだ終わりではありません。強い重力は隕石をそれだけ引き寄せることを意味します。流星物質がそばを通り過ぎます。巨大な小惑星だってその軌道を外れてこのスーパーアースに落ちてくるかもしれませんね。それが地表に降り注げば当然落下速度も速くなるため地球上で見られる以上の破壊が起こるはずです。スーパーアースで懸念されるもう一つの問題は核の活動が大きな圧力によって止まってしまうこと。何千億トンという岩石が惑星の核にのしかかっているのです。核は基本的な運動を維持するために動き続けていなくてはなりません。さもなければ磁場が発生しないのです。例えば太陽風や宇宙線は地球上の生命にとっては有害なものです。これらの放射線は電子機器を停止させ人の健康を害します。磁場に小さな穴が開くとそのような影響が及ぶ恐れがあります。スーパーアースの磁場が完全になくなると恒星のエネルギーと宇宙を飛び交う放射線によって環境はゆっくりと破壊されていくことになります。これらの懸念は仮にスーパーアースの環境が理想的であったとしても付きまとう問題です。理想的なスーパーアースは非常に希少で大抵のスーパーアースの環境は過酷です。中には金属が気化するほど表面温度の高い惑星もあり、ここでは灼熱の風が固体を分子単位にまでバラバラにしてしまいます。これほどのスーパーアースはもはや恒星に近いと言ってもいいでしょう。また別のスーパーアースは完全に水で覆われています。陸地は一つもありません。どのような島もあっという間に海に飲まれてしまうような環境です。また地下には火山が無数に存在しており、大量のマグマが常に吐き出されています。その高い質量のために惑星は微妙に傾いています。その地軸を中心に自転するとそれにつれて水も片方へ寄っていくのです。この運動によって惑星上では常にエベレストサイズの津波が発生しています。またダイヤモンドや硫酸が雨として降るスーパーアースも存在します。別の惑星の表面では
ガラスの風が吹き荒れています。炎と砂が大量に存在する地表で風が吹くと、炎によって砂が溶かされ、それがガラスとなるのです。そのような惑星が数多く存在することを考えると、地球という環境は得がたいものだということがわかりますね。しかしこの環境も宇宙の果てで暮らす別の生命体にとっては住むことができない地獄のような環境かもしれないのです。